Hello all the Kamen Rider fans from all over the world, mainly from the United States. I am Takahito Omori, a producer from Toei Company. I am glad to be here today, and I introduce myself. I think some of you might know me, but many of you don't, I guess. As an assistant producer, I worked on some of the Heisei Kamen Riders like Kamen Rider Hibiki, Deng-O, and Kiva. And as a chief producer, I produce Kamen Rider like Drive, Ex-Aid, Build, and 01. So I hope you have a good time with me answering some of the questions on Heisei and Reiwa Kamen Riders. So have fun. Thank you.これあまり僕なくて子供の時ちょうど仮面ライダーが途切れてた時に育ってしまったので、あえて言うと仮面ライダーアマゾンがおそらく再放送でやっていて、それを見てめちゃくちゃ怖かった。なぜこの人はあまり言葉を喋らないのだ、なぜ裸なんだとか、あの辺のなんかその野獣感というか、そういうところはすごく怖かったっていうことしか仮面ライダーに関して言うと記憶がなくて、すごく怖いホラーな感じの世界観っていう印象が強かったですね。でまあもちろん大人になってこの仕事を始めて、それこそ「仮面ライダー1号」っていう映画で藤岡さんと一緒にお仕事させていただいたので、それは仮面ライダーの基本的なそのスピリットというか、そういうところはそばでいて学ばせていただいたっていうか、そういうところはもちろん後になってからはあると思いますけど、どっちかというとギャバンとかそういう時代だったので、まあ戦隊シリーズも含めて見てたという感じだとは思いますね。僕の中ではキバはやっぱりですね、一番ちょっと仮面ライダーのファンの皆さんにとってはそんなに嬉しくないかもしれないですけど、バイオリンが一番ちょっと印象深くて、というのはアシスタントプロデューサーで一番下っ端だったこともあって、バイオリンのその演奏をめちゃくちゃ劇中であの番組はしたんですよね。で特に劇場版の「魔改造の王」っていう映画があったんですけど、そこで渡ると音谷が一緒に演奏するっていうシーンがあって、まあほぼほぼその作品の中でも一番クライマックスだし、シリーズ的にも一番盛り上がるあたりだったので、バイオリンのその演奏者の段取りとか練習をキャストにしてもらったり、指元の吹き替えの方を呼んだり、先に曲を作ってもらったり。それに合わせて、演者に練習してもらいっていうような、いろんなバイオリンにまつわる作業を全部やってたので大変なんですよね、あれね。だからそこが一番印象としては本当に個人的な感想で申し訳ないですけど一番印象深くて、一つトリビアを話すとブラッディ・ローズっていうメインの仮面ライダーキバで渡るが使ってお父さんが作って引き継いだあのバイオリンは実は。ロサンゼルスから当時取り寄せてロサンゼルスのバイオリンのショップで買ったものです。はい、ロサンゼルスに売ってます。言っていいのか分かんないけど。はい、そうですね、実はその撮影的に言うと仮面ライダーと言いながらそれほどバイクでアクションする撮影ができていないっていうところがあったりはしたんですね。で僕がやってる作品を見ていただくとなんとなく分かると思うんですけど、どっちかというとメカニカル系のヒーローの方が多くて、それは多分僕の単純な好みだと思うんですけど、一番最初に仮面ライダーやる時に、メカニカルっぽいものをやりたいなって思ったのと、まあ、前のガイムがフルーツだったのでそれと対照的にもなるんじゃないかっていうことで、仮面ライダーって少し自分がやってインパクトもないとダメだなと思って、ドライバーにした時に仮面ドライバーになった時にインパクトあるしいいんじゃないかなというところが一番大きかったですけど、実はその車にすることによってあまり最近では実現できてなかった仮面ライダーのまあ新鮮というか、そういうところに重きを置けるんじゃないかなっていうこともまあ少し思っていて、まあ、その部分では車を選択してよかったかなというふうには思いましたけど、やっぱり往年の、まあ、昭和を含めて仮面ライダーファン含め大人の方々周りのライダーファンからはすごいバッシングなんか「これ仮面ライダーじゃねえよ」ってよく普通の人に言われましたね。はい、それはだから少し反省しつつ、でも自分としては納得していて満足していて、まあ、トライドローンを生み出せたっていうことはその後よく仮面ライダーがね総登場してバイクで走ってくる中で一人だけ車に乗ってくるっていう分かりやすさがあってよかったなっていうふうには思いますし、よくよく考えてみると子どもの頃よくナイトライダーを見ていて。まあ、企画チームというかそのバンダイさんのデザイナーさんのチームたちも含めて「ナイトライダー」見てた世代なので、日本でも放送されてたんで、そこをなんか実現したかったっていう憧れは少しあったと思いますね。はい、そうですね、カメラでEx-Aidともうすぐにカメラでビルドの企画をちょっと始めて、自分としてはあまりその手がかりのない状態というか、引き続きどんな仮面ライダーをやればいいんだろうっていうふうには思ってたんですけど、結構やっぱ仮面ライダーって1号と2号もそうなんですけど対になってるというかですね、その1号がいて2号がいるみたいな関係性って結構仮面ライダーらしいですよね。で2つのものを混ぜ合わせるみたいなコンセプトっていうのがなんかうまくいくというか、善と悪っていうこともそうなんですけど、そこから混ぜるな危険みたいなコンセプトがビルドでは生まれて、まあそれは桐生千人と万丈の2人にも言えることなんですけど、まあ2つを対照的に見せる、で2つのものを掛け合わせる。みたいなことができる仮面ライダーで、バンダイさん的にもその当時ベルトをどうしようかっていうことを話し合ってる時に、その混ぜるようなギミックみたいなものがやってみたいっていうふうな提案を受けたので、じゃあまあ2つの混ぜるととんでもないことが起きるようなものを、ベルトの中で混ぜるようなギミックをやりましょうっていうところからの発想ですかね、ビルドの場合は。ビジュアルだとしてからのベルトの設計。いや、ベルトのその混ぜるっていうコンセプトができてから仮面ライダーのビジュアルに関してはどう混ざったように見えるかっていうことを、まあ、重ねて何と何を混ぜるかってことも含めてなんですけど、まあ、戦車とウサギってちょっとよく訳がわからないですけど、そういうものをやってみようかっていう、やっぱ混ぜるっていうのが基本的にあって、どう混ざって感を出すデザインにするかっていうのが後からですかね。はい、まあ一番やっぱり外せないのが仮面ライダーは、まあ、どのライダーに関してもそうなんですけど、悪というかその人間を滅ぼす側というかそっち側から生まれたヒーローっていうのが根本的にあるので。まあそれは外せないですね。で、ドラマ的なことで言うとやっぱテーマ性をどう持たせるかっていうところが1年間あるので、それを引っ張るテーマ性ってなんだろうっていうところをこう毎年生み出すのにすごく苦労するというか、そこがやっぱり一番難しいかなと思うんですけど、まあ、個人的には、まあ、先ほどもからも、まあ、割と出てきてる話ですけど、2人の男同士がどうこう摩擦を起こしていくかというか、うまい具合にそうドラマを展開してくれるかというか、そういうようなテーマ性を持たせることが僕の中では多いような気がしますね。特にっていうか、まあ、例えばで言うとEXAIDが多分一番自分でもうまくいったと思っていて、一番分かりやすいと思うんですけど、主人公は医者であると。でお医者さんは一つの命を守りきるのが仕事で、使命を持って戦っている人っていう、まあ、絶対的な人間からするとヒーローだとは思うんですね。で、それと相対するのがゲームっていう存在で、ゲームの中ではもう好きに命が増やせるし、命を使い捨てにできるっていうような存在の敵が出てきて、それと戦うっていうのが、まあ、EXAIDのコンセプトだったりするので。まあ、ゲームと医者ってとてもなんか混ざらないようなテーマですけど、まあ、そのテーマを見つけた時になんとなく1年間やれるような気がしたというか、そういう1つ2つの対になる要素を見つけて戦わせるっていうのが、まあ、割と個人的な意見ですけどドラマの核の部分かなとは思いますね。まあどっちかというと僕個人的には好き勝手なことを言うだけなので、実際にデザインであげるデザインチームはめちゃくちゃ苦労してましたね。僕が先ほども言いましたけど、ゲームっていうすっごく抽象的なコンセプトを絶対やりたいっていうふうに言ってしまったので、もう諦めようよって言われて、もうどうあがいてもビジュアライズできないって言われて。でもその見た目でゲームっぽいなって思うのお願いしますって言い続けて、あれが出てきた時になんか納得できたというか、まあもちろん子どもたちに向けてっていうのが一番大きいし、子どもたちが蛍光色がその当時大好きだからっていう、まあ、アンケートとかそういう結果も出てたので、まあそれはねゼロワンも含めてそうなんですけど。子どもたちに向けて今回のライダーはこれですっていうのを一瞬でビジュアルでこう叩き込むっていう作業ができつつ、ゲームですっていうのが表現できるのは、まあああいうことだろうね。やっぱり人見がないとインパクトも減るし、仮面ライダーに寄っちゃうし、あのビジュアルが一番最初に出てきた時は多分、まあ、それまでずっと企画の話をみんなしてたので。全く違和感なくというか、誰からも反対意見が出なかったぐらいあれは答えだったのかなっていうふうには思いますね。多分まあそうですね、仮面ライダーらしくはないですからね、ちょっとやっちゃったなっていう気はしますけど、ビジュアルだけで言うとそうだと思います。ただやっぱりドラマの中で見るとああ出なきゃいけなかったっていうふうに思うし、あとやっぱり平成ライダー20人もいるんだから、1人くらいああいうのがいないと覚えてもらえないよねと思うので、あれは本当になんですかね、やっぱ企画を作りながらデザインが上がってくると大納得しちゃうっていう感じの落としどころだと思います。これはですね、一つあって、でもまだ諦めてなくていつか実現したいなと思ってることが一つあって、仮面ライダードライブで、まあ、一番最初にチーフとしてやらせていただいたライダーなので、ドライブって、まあ、これはバンダイさんと一番最初に、まあ、商品の展開の話させていただく時にバンダイさんがやりたくて、シフトブレスっていうのを腕につけて。ベルトはここにあって、で赤外線通信でここでひねるとこう飛んでこっちが認識してベルトさんがしゃべるっていうようなギミックだったんですけど、このギミックを、まあ、これドライブでしかできないので、このいつも泊慎之介がつけてここで変身するっていうのを全部やってるんですけど、実は新之助自身がシストブレスをしてるって必要性なくて、他の人がやっててもいいんですよね。だからその新之助が、まあ、どういう状態になるか分かんないですけど、変身ができないのか、それこそすごく傷を負ってやばい状態にあるのかっていうような、まあすごい熱いシチュエーションで他のキャラクターによって変身を促されるというか、シフトブレスを他の人が持ってて変身させるか、まあ悪い人が持っててもいいんですけど、悪いことに使ってもいいんですけど、なんかそういうことを一回うまくこのベルトドライブでしかできないベルトのギミックを使った演出ができないかなっていうのはずっと思って言ってたんですけど、結局実現しなかったですね。まだ諦めてないですけどね、はい、次回のドライブで、はい、やりますんでこの聞いてた人はみんな見てください、はい、やってねえじゃんって思うかもしれないけど。カメラライダーとはっていう質問に対して僕が言うのもおこがましいっていうぐらいの質問だとは思いますね。だからまあ作り手としてしかもう本当に話せないですけど、仮面ライダーは結局人間自身というか、基本は人間ドラマだと思って作ってるので、なのに結構人間の悪い部分しか映さないですよね、仮面ライダーって。でそれと戦い続ける人の話というか、まあずっと言い続けてることですけど、善と悪が表裏一体のただの人が仮面ライダーだとは思うので、そうですね、基本的にはその自分を見つめるための番組ヒーローだと思って、すごくだから苦しみながら作ってますよね。毎回毎回本当になんか深いじゃないですか簡単に作れないというか、結局人間の悪い部分を描かざるを得ないというか、そこに自分自身も苦しめられて、かつそれでも戦って勝たなきゃいけないっていう部分がなんかすごく苦しいヒーローですね。苦しい、もう本当人生と一緒カメラだ人生これですか、はい。Thank you for having me today. I hope you have fun today with me answering some questions. And I think we need a help. We need your help to spread Kamen Rider infos to the world. So I hope you guys spread your craziness and fascination to the world through the internet and SNS and so on. And I hope I will see you soon in somewhere around Kamen Rider world. So have fun with this hero and keep enjoying. Thank you. よくわかんないな